片野京一11月16日から2002年2月24日は日本の銀行家。北斗銀行取締役相談役、秋田明保の銀行頭取を歴任した、秋田県湯沢市出身。東京商科大学卒業後、三菱商事入社。1949年には父である片野茂永が設立を主導した秋田無人に入社。その後、 秋田総合銀行社長に就任した。社長在任時は1976年の事務センターの開館。翌年にはオンラインシステムの稼働開始など事務の応援化を促進し体制の整備に当たった。また、1982年には現在の北斗ビルディングにあたる新本店ビルの竣工にこぎつけた。このほか秋田県にスポーツ文化をとの一年から、 自ら立役者となり、秋田総銀、秋田明穂の銀時代には、同行野球部を全国とし、対抗野球選手権大会に、東北代表として、それぞれ一度ずつ出場へと導いた。1990年には、秋田明穂の銀行の会長に勇退し、北都銀発足後は、取締役相談役に就任した。2002年2月24日、 脳拘束で入院先の秋田赤十字病院にて86歳で、没。AB、日本金融通信宿刷版2002年日本、金融通信社2003年、日本金融名ー日本金融通信社1989年。ありがとうございます。